どうも、酒は立ちになってかまさやんです。こんばんは。2023年の5月の30日でございます。本日は勇気を持って購入いたしました。はい、テラビールです。テラビール。見えますかね？ハングル語です。はい。韓国ビールです。最近セブンイレブンで、韓国フェア開催されてましてね、いろんな商品出ておりました。まあ、その中でね、ビールもね、珍しく広域展開されてたんですけども、最寄りの店では、ほとんど売れてませんでした。1、2本ぐらいかな。やばい。で、棚にね、今ちょろちょろっと残ってるんですけども、まあ、せっかくなら購入しようかなと思ってね、今日はやっておりました。はい、価格は、まあ、輸入なんでね、ちょっと割高なんでしょうけど、プレモルとかエビスとかとほぼ同価格帯でございます。やばい。高い。で私ね、動画とか、まあ、ライブでもね、よく言ってますけど、韓国自体は別に嫌いじゃないです。まあ政治的なことね、いろいろありますけど。で、3回ね、3回遊びに行っております。で、その時に飲んだビールの印象は、薄いとは言ってももう結構前ね。10年になるかな。薄っ、青島ビールとかありますけどね。薄っと。まあこれもそんな好きなんじゃないんですよね。ドブロクみたいな感じで。ドブロク僕嫌いなんで。というとこで。はい。今日は今から飲みますよ。テラビール。飲んでおります。ほう。ほうほう。まあ、そんな悪くないか。高すぎるけど。セブンイレブンのね、ザ・ブリューともそんな遜色ないかな。そんなホップの香りとか、香ばしさとか、ないけど。でも薄味って感じ。薄い感じだ、やっぱり。こんなもんか。うっす。というところで行きましょう。外の日、第三国志でございます。X1048。ケチ、法的。はい。さて、もうね、決算告知来ても、おかしくないんじゃないですかね。で、私自身初体験かな。昨日、エンズ、ね、エンズカウンターかまして、その1時間後に落葉工場というね、なかなかエキサイティングでございました。周りは敵だらけ。ほぼ敵。はい。いいんじゃないですか？こんな感じで。はい。第三国志ですから。まあ、いろんなことがあるんでしょうけどね。まあ、それについてはお話ししませんし、僕も知らないことが山ほどあるんで。まあ、今を楽しむというところで、ね、残り少ない。はい。報酬取れるかわかりませんけど。はい。よろしくお願いします。というところで、今日なんですけども、皆さん、第三国志のモチベー上がってますか？ね。上がってますか？めちゃめちゃ上がって超楽しいっていう声はね、なかなか聞かないな。まあ愚痴とかね、文句はね、よく聞きます。なかなかね、ウェイってなってないんですけども、そんな中ね、運営が新たな取り組みというところで、はい、今日ね、ドゥドゥン。ということで、検証機能についての予告でございます。検証です。皆さん、検証してますか？検証。はい。検証とはですね、はい、検証発表とあります。これね、やり方わかんないっていう方が多いので、あと説明しようと思うんですけど、要はね、まあ、何かしらのミッション、クリアしたら、玉符がもらえます。ただし、まあ、その玉符は、まあ、検証をね、発表する方の負担というところで、そのミッションをね、一番達成した人に、その玉符、いただけるというところのシステムございます。はい。まあ、お得意のね、右から左、ユーザーからユーザーへみたいな形のシステムで、ユーザー負担です。お年玉とかと一緒ですよね。はい。さすがっす。はい。というところで、検証発表。賞には出るところあり。物事には起こるわけがある。各戦域の戦況が
1000円満喫します。同盟または個人的な目標を達成できるよう、戦場に活躍する同盟の主公様が身分や陣営などに制限されることなく、検証を公開できるようにしたいと思いますと。したいと考えておりますということでございます。はい。で、検証というね、まあ、まずどういう種類があるかというと、首相陥落と。ね。発表者は指定する敵軍勢の首相の陥落に検証をかけることができますと。検証終了までにその首相の陥落に成功させれば検証達成です。ラストアタックですね。最後の一撃を加えた軍勢のみ報酬をもらいます。はい。次。首相救出。はい。同盟内の指定する首相を陥落状態から救出してもらうために検証をかけますと。ラスアタですね。これもラスアタ。ラスト、一撃を、最後の一撃を加えた軍勢のみ報酬をもらいます。はい。はい、属殲滅ですね。はい。ルロー軍の、まあ、首相ですね。はい。これも、ラスアタ、最後の一撃。与えたら検証もらえます。はい、土地傍受。はい、土地傍受です。土地傍受は、味方のね、あ、まあ、指定した土地。こちらですね。傍受する目標土地の武勲が2000以上かつ最も高い軍勢に報酬がもらえます。はい、土地占領ですね、土地占領。敵対の6土地以上の占領のために検証です。ということね。はい。その占領したら、その人が検証をもらいます。ただし、土地取った瞬間、その検証発表者に、土地所有権が移ります。はい。建築物占領。建築物占領ですね。敵対の元建築物。これは、あれは、これは、あれは、要塞とか軍営かな。はい。これを取ったら、その人が、もらえます。報酬をね。そして、その瞬間、発表者、まあ、検証をかけた人に、所有権が移ります。はい、ジョークです。ジョーク占領です。これも一緒ですね。検証をかけて、最後取った人が、検証もらいます。そして、所有者に、発表者、あ、所有権は発表者に、移ります。建築物解体です。要塞とかかな？要塞とか。敵の要塞とか壊したら、検証もらいます。で、ラスアタの人です。そういうところで、まあ、こんな感じの検証がありますということです。はい。で、注目すべきはまずね、所有権が移るってやつですね。所有権が移る。はい。これは、まあ、高レベル土地。軍営とか要塞とか、はい、ジョークですね。はい。最後取った人の報酬、報酬っていうのは玉符なんですけど、200か500なんですけども、ちなみに検証をかけるのはね。その報酬もらう代わりにじゃないけど、発表者をね、自分の身銭を切ってるわけでございますから、まあそこで、何かしらの、見返りも受けるってことですかね。めちゃめちゃ強い人って、要塞とか軍営をしっかりなんか持ってる気がするんですよね。まあそういった人に、なんかしっかり持ってもらうっていう戦略的にも、なんかこれ使えそうな気もしないでもないです。200玉、使う価値があるかどうかは別としてね。はい。ジョークね。ジョーク検証か。すげえなんか、高レベルの序盤ね。例えば序盤全然取れねえ。弱いけど私ジョーク取れませんってなった人がね、検証発表して取ってもらって、所有権を移すみたいな。そういうのもできるかな。そういう使い方も、はい。はい、ということです。で、もちろん首相陥落、首相救出、まあ首相救出は置いとこうか。陥落とか、殲滅とか、傍受。特に傍受ね。こういうところは、まあ、苦しい。戦線とかでね、ちょっと、モチベを上げるために、検証をかけて、ね、やっていくっていう方法はあるかなと思います。はい。で、私、一言申し上げたいんですけど、ここになぜ工場の検証はないのかっていう、使用上できなかったのがあるんですけど、やっぱりね、一番盛り上がるのは工場検証なんですよ。工場検証。だけど、城？まあもちろんね、報酬すでにありますよ。動線がね。殲滅工場でありますけど、ここも検証をかけれるようにして、例えば、ラスアタ。ね、ラスアタ検証。これいいですよね。ラスアタ検証。それと殲滅検証。
工場検証みたいなのも設定して、200ギガとか500ギガとか別に設定してもいいかなと思います。はい。これが一番盛り上がるもん。うん。それをね、ちょっと入れてほしかったなっていうのは正直あります。はい。そしたら絶対やる人はいるよ。うん。です。で、実際ちょっとね、やってみましょうということで、皆さんやり方わかんないと思うので、ここ帽子やってみましょう。ポチッと押しますね、土地。でこの土地の下に、座標、戦歴で、座標シェア、で、取り消しの4つのね、アイコンというか、コマンドっていうかな、出てきますよね。これ座標。これ戦歴。で、これが座標シェア。で、これが取り消し。この座標シェアですね。座標シェア。この矢印がぴょこっと出てる。座標シェアです。で、ここに行ったら、まあ、チャットとかね、手紙とか、まあ、そういうところにね、シェアできる、座標シェアできるんですが、その一番左上に検証発表というのがあります。押しています。検証発表ね。はい。土地、傍受。で、普通っていうのが200玉で、2000の部分を消費します。で、こちら、500玉で、5000の部分消費。もちろん、検証発表者がその200なり、500の部分を消費して、その達成者に200なり500の玉をあげます。はい。検証内容も書くことできますよね。でこれ土地防止だけなんですけど、他の該当する、こうやってね、例えば市場管理をしましょう。これ発表できません、ね。条件を満たしてませんのでね、ここ。うん。条件を満たしたものに検証発表できます。で、ここの、例えばね、防止をみんなに入れてほしいってところに、みんなが検証を出して、例えば幹部とかね、めちゃくちゃ、総取りみたいな、して楽しいことになるかなと思って、昨日ね、ちょっとテストしてみたんですよ。同盟員の方に協力していただいて。これは確定かわかりませんけど、なんかね、同じ場所に2つしかできませんでした。帽子だと。2人というか自分ともう1人しか検証かけれなかったので、最大1000玉分しかかけれないから。うん。で、他の分もちょっと試してないのわかんないですけど、なんか検証された人がいたら、ちょっと教えていただければと思うんですけど。はい。検証ね。というところで、ぜひ、皆さんね、これ使ってみてはいかがでしょうか。まあね、未然に起きるんでね。ただ200と500玉なんでね、ちょっと幹部の人とか、ね、これちょっとモチベ上げようとかね、この作戦を絶対成功させたいって時にね、やってみるのもいかがでしょうか。200、500は、もう一個ワンランク、1000とかも作っていいんじゃないかなと思うんですよね。リップ戦略っていう意味で、やっぱり高額はね、作っててもいいと思うんですよね。その分、やっぱり使う人いますよ。いるんですよ、絶対いる。戦玉譜だって。だって、お金持ちいっぱいいるもん。お金持ちいっぱいいるから、うん。まあ、戦玉ぐらいあってもいいかなって思いました。はい。で、あと、こういう検証ができるんだったらね、同盟、まあ、国家ミッションじゃないけど、ただめくりとか、まあ、そういういろんなところのね、なんか達成で、報酬が得られるっていうもんね。例えば、殲滅とか工場だけじゃなくてね、まあ、いろんな部分でデータが出てるので、その分で何か集計をできてね。そしたらそれぞれの得意分野ってあるじゃないですか。そういった部分が認められてね、何かしら報酬を得れるんだったらね、モチベにつながるんじゃないかなと思うので、まあそういうところもちょっと考えてほしいなと思いました。まあ今回検証広告ちょっと面白いと思うので、まあ私自身もね、せっかくなんで、近いうちに、同盟でね、検証を出したいと思います。よろしくお願いします。というところで、お酒は私になってきませんでした。ありがとうございました。